炎、焼けつく日差し、記録的な猛暑が続いています。皆さん、なんとか乗り切りましょう。こんな時食べたくなるのが冷たいアイスクリーム。欲しい？東京足立区にあるベニースーパー。金曜日のアイスクリーム売り場を覗くと、お客さんが大量に買っていきます。こちらは箱買い。やっぱ 30% だと安いですよねもうみんな上がっちゃってるから30% 引きでしょ。だからそういう時じゃないと。この日はアイスが 30% 引きの日。値上げラッシュの中、お客さんは特売日を狙っていました。原油高だったり、円安というのもここ最近はかなり大きくはなっておりまして、各メーカーさんも値上げになっている状況ですね。やっぱり通常買う日にお客様が手を伸ばした後に手を伸ばしたのをやめて、明日3割の日に買おう。中でも中高年の女性に人気なのが井村屋の小豆バー。箱入りアイスでは売上ナンバーワンです。この小豆バーも今年30円値上げしました。円安でさまざまなコストがどん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 上がっていく中で、特色をさらに磨かないとですね、そういった状況には生き残れない。井村屋ではロングセラー商品小豆バーの大胆なリニューアルを敢行。そして狙うは円安を逆手に海外での販路拡大。ジャパニーズナンバーワンポップスコ。Oh, really? Yeah, 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 yeah. With... しかし、そこには大きな壁が。わお、ビーンアイスクリーム。Oh my god. 一方こちらは世界が認めるツバメ三条のハサミ。当たった瞬間に髪の毛が飛んでいくみたいな。原材料高騰に苦しむ製造現場、窮地の打開策はあっと驚く調理器具だった。革命的だと思います。ずば抜けた品質で台湾市場に勝負をかける円安サバイバル、今こそ世界に打って出る。京都駅に隣接する JR 京都伊勢丹。その地下1階にある和良華堂というお店。ここは井村屋の直営店。看板商品は豆や季節の果物をトッピングした良華バーです。1本454円から。試しに1個。ありがとうございます。新幹線の中で。ありがとうございます。お酒飲みながら。こちらは井村屋の小豆バーをグレードアップさせた、いろんな素材を組み合わせて手作りで作った小豆バーでございます。そう、この高級アイスバーはおなじみ小豆バーをグレードアップさせたものなのです。三重県津市、井村屋の本社はこの町にあります。グループ全体の従業員数930人ほど、売上は447億円。創業は1896年で、羊羹を製造販売する和菓子店として始まりました。井村屋といえばこれを思い浮かべる人も多いのでは。冬の看板商品です。そして夏のエースが
発売50年を迎えるあずきバー。他にも小豆にこだわったアイスを長年開発してきました。主力商品である小豆バーの製造は小豆の選別から始まります。大きさ、重さ、そして色など5項目で厳選した小豆だけを使い、砂糖、水飴などを加えて煮込みます。こうして作った原液を型に流し込み、マイナス35度で急速冷凍すると、小豆バーが出来上がります。1時間2万7000本生産しております。シリーズ累計販売年間3億本という国民的アイス。井村屋では円安の中、次なる一手を探っていました。アメリカ・カリフォルニア州南部の都市アーバイン。日本からやってきたのは井村屋グループ海外貿易室長の井村慎さんです。我々のような、まあ、アメリカにとって異国のものでも、こういろいろ良いものを作ったり良い提案をすれば、商売の長所はチャンスはあるかなというように思います。向かった先は井村屋 USA。 お疲れ様です。ご無沙汰します。お邪魔します。井村さん、ここの立ち上げにも関わりました。かつての職場です。井村屋 USA は井村屋の商品を日本から輸入販売する拠点。冷凍庫には出荷を待つ小豆バーが大量に準備されていました。まあ、少しずつ販路は拡大してきてますけども、まだ日系中心、中心アジアがちょこちょこ。そうですね、50周年なんで、これは弾みにいろいろ施策をちょっと取って売りたいですね。そうですね。井村さんは小豆バーを全米に広めたいと考えています。50年先輩たちとこうつないできた大事な商品です。我々がどんどん提供していかないと、なかなか商品を手に取っていくまではならないと思いますんで、そこは努力をしなきゃいけない部分だと思います。ロサンゼルス近郊にチェーン展開するスーパーエーフーズ。こちらの店ではまだ小豆バーを扱っていません。どんなアイスが売られているかをまずはチェックします。アメリカ市場は大きな魅力。何しろアメリカ人一人が食べるアイスクリームの量は日本人のおよそ2倍なのです。はい、ロジャー。やってきた店長に早速売り込みます。 Here comes 小豆バー。Yes, this is our very Japanese number one popsicle. Oh, really? Yeah. Just try, please try. Don't be nervous. Ah, a little bit hard. 相当硬いね。確かに硬いんですよね。Have you ever tried ice cream made by beans?一度もないね。初めてだよ。あずきバーにチャンスはあるか聞いてみると、味に慣れてないからな。豆のアイスって全く食べたことがないからね。街行く人にも食べてもらい感想を聞いてみました。豆のアイスクリームなんてこと。第一印象がダメよ。だって豆が入ってるんだもの。変わってるわ。豆が入ってなかったら食べたいけど。実はアメリカでは豆は
塩やスパイスを入れて煮るおかず。甘い豆のデザートが理解されにくいのです。次に井村さんが向かったのは H マート。お客さんはアジア系が中心で、アメリカ全土に78店舗を展開するスーパーです。早速デザートのコーナーを調べてみると、抹茶とか栗とかいろいろありますんで、このお店のお客さんは、小豆については比較的馴染みがある。ああ、健康立てるな。台湾や韓国のメーカーの小豆を使った商品を数多く取り揃えていました。売り場の担当者を呼んで試食してもらいます。さてどうでしょうか。他の小豆の商品と比べてみてもいい感じだと思うけど、甘すぎないのがいいね。さらに参考になる意見を聞くことができました。今多くのお客さんは品質にこだわります。最近は特に体にいいものを選ぶ傾向にあると思う。ナチュラルなものをより好むんだよ。お客さんに井村屋の商品を勧められるポイントは原材料がシンプルってことでしょうか。井村さん、何やら販売拡大の突破口になるヒントを得たようです。